抗インフルエンザ薬、イナビル抗ウイルス薬はウイルス感染症の治療薬。抗ウイルス薬による治療薬の副作用として抗体価が上昇せず再感染率が増加することが挙げられる。ウイルスが細胞に寄生し暗黒期を経て新しいウイルス粒子を形成し宿主細胞を脱出するサイクルの一部プロセスを阻害することで あるいは人体の抗ウイルス免疫機構に介入することでウイルス性疾患の治療を行う療法である。ウイルスは自身の細胞を有しないため細菌など病原体の細胞を直接破壊する抗生物質療法と薬理学的性格が大きく異なる。抗菌薬は殺菌スペクトラムによるとはいえ複数菌種に対する抗菌活性を持つことが多い。これは 抗菌薬が標的とする細菌は、深化生物である人体の細胞と大きく異なる一定の分子生物学的な共有形質を有し、これを利用して、細菌細胞の生理的過程を阻害し、細菌細胞を死に至らしめているからである。しかしウイルスは、進化の経譜が細胞を有する生物とは著しく異なり、個々のウイルスの分子生物学的な形質の多様性は、 著しく高い。そのため、それぞれの生活感、転写因子が異なっており、それぞれに対する治療薬が必要となる。日本で認可されている5点性免疫不全症候群治療薬は以下が存在する。日本で治験中の抗 HIV 治療薬は以下が存在する。ありがとうございます。